おはようございます。ちょっと雨降ってますね。まあもうすぐ降ってるんですけど、お父さんはシャワー浴びてゴロゴロしておりますが、ポメクのサムちゃんもいるんだけど、朝一ねサニクがいい匂いになったからテンション上がってポメクとサムちゃんもシャンプーしたので、サムちゃんはとにかくローズの香りにしなくて、だからサムちゃんやっぱり毛量が違うじゃん、全然ローズの香りにしないの。シャンプー上がってきたともすぐもうモフモフしてるところはねローズの香りするんだけど、ポメクはもう超いい香りエレガントなラグジュアリーな香りがしておりますが、サムちゃんもねこの辺とか首の辺とかはローズの香りがしますが、あとはサムちゃんの香りがします。あれ何時ぐらい、お父さん9時、やる気があったんですか？9時ちゃんと入れました。見てたよ、柔らかくなったね、ふわふわ毛はふわふわ柔らかい、よかったね、気持ちよく過ごせるね、ポメのね。枕大好きだから枕なら乗ってるけど、ほんとポメ枕に乗るの好きなのね。お手手きれしてんの？上手じゃん。お目目のとこバッチリのついてんの？あ、歯洗ってる、かわいい、見た？歯なのか何なのか分かんないけど、口の横こうやってよく洗うの、この子ね。なんかついてんの？お目目のとこバッチリのついてるよ、ポメくん。ちょっとあげる。お父さんもオンリーしたよ。ポメクとサムちゃんもおっきいしよ。もうリビング行きましょう、みんなで。ね。お庭さん行きましたね。今ぐらいから夕方ぐらいまでは一応雨降らないと思うよ。ちょっと雨降ったからより匂いがするんだろうね。名探偵してますけど。よし、じゃあ私は昨日のチャイニーズの残りを温めてランチの準備しようかな。どうぞ召し上がれ。ルマブルクありがとう。どうしたの？どういうテンション？昨日ね残った麺とフライドライスとあとカシューチキンかな、チンしまして、それからセロリのねお漬物も出しました。私の分もあっちに置いてあるので持ってきて食べようと思います。いただきます。ただいま4時半ですね。これから高級住宅街ぐるっとお散歩行ってこようと思います。まあ天気予報で一応この時間雨降らないになってるんだけど、この前みたいに急に降るかもしれませんが、まあとりあえずね歩いてこようと思います。で、ここぐるっと回っていくの？ん？ここぐるっと回るの？まっすぐ行きますよ。あ、ちょっとコース変更いたしまして、ちょっとサムちゃん高級住宅街の方曲がらなかったんですね。サムちゃん、ポミクが血してるアイアンの下に潜り込みまして、ポミクの血が頭にかかりましたけど、お父さん風呂入れたのに言って、ポミクがね血してるところね潜り込みたいのね、必ずも毎回かかるわけじゃないんだけど、今日見事にかかってましたね。ていうかパラパラ雨降ってきたよ、お父さん。やっぱり、うん、急いで帰ろう。一瞬ねパラッと降っただけで大丈夫そうなのでね、高級住宅街に入るとこいろんなところあるんだけど、ちょっと入ってきまして中ね少し歩いて帰ろうと思います。何の匂いする？ポミももう泥だらけの水たまりにビチャ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 って入ってくるし、時折来るんだろうね。お家帰ってきました。ワンワンタオル持ってきて、サムちゃんは頭洗うって言ってたけど、どうさあんよ拭いてキレキレしてね。あ、なんかお父さんに着てたやつ着せられたけど、今かけられましたよ、なんかお父さんのジャンパーを。終わったらねご飯の時間までゆっくりしててね。
こっち向いてるやんか。なんだよ。なんで録画してんねんこれ。おかしいやろ。ちょっとなんかイケてないロカビリーみたいになってないか。こんなバンダナして。イケてないロカビリー。しかもロカビリーっていうの久しぶりに聞いたけど、聞いたことない言葉だな。トイレ。ストロベリーチーズケーキ焼けました。お肉焼いたら空気清浄機が激しく反応しておりますけれども、もうみんなご飯食べてね。人間もご飯にしようと思います。うまそう。適当サラダとステーキ1枚半分後にしました。で、おとといかな作った椎茸とインゲンの炒め物のせて、お味噌汁もまだあるので、お味噌汁とね、これは人参とセロリの漬物ですね。ということで食べると思います。いただきます。本日も激しく遊んでおりますが、結構長いこと遊んでたのに、お父さんと遊びたくてね、キッチンに猫の紐置いてあったんだけど、探して持ってきてね、あしょぼーやってね遊んでもらってますが、タミちゃんローズの香りするお父さん。タミちゃんローズのするお散歩帰ってきてから頭洗ってもらったもう一回。まあということで今ね9時43分ですね。お父さん起きてるけど、まあ今日もここで寝ちゃうんじゃないかなとは思っておりますけど、まあとりあえずね、キッチンの片付けも終わりましたので、編集開始してね、この良い時間にシャワー浴びて寝る準備していこうと思います。どうやらソニック、サムちゃんの圧に負けずに寝床死守してるようですけども。足ピーンって伸びてるけど。ニコヤシュミーン。いいとこで寝寝してるにゃん。昨日の夜からここがマイブームのようなんですけど。ご飯食べたらさーっとここね、乗ってね、寝ておりましたね。この愛用が可愛いですね、ソニックね。ちょっと肉気見して。見せないよ言ってお手で上に乗せたけど、かわいいね。とてもかわいいですね。サリくんね、いまだとってもね、いいね、ローズの香りがしておりまして、ね、近づくとね、ふわっと優しい香りがしますね。毛並みもめっちゃ良くなったし、ふわふわで。めちゃくちゃブラシしたからね、なんかちょっと小さくなったように感じるってお父さん言ってましたね。もふもふんだ、膨らんでたのが、毛がちょっと少なくなったからだと思うんですけど。よかったじゃん、シャンプーして。清潔中になるのはいいことだと思うよ、ママ。この耳のところも、この頭のてっぺんのね、かさぶ豚も綺麗に取れまして、ペローンと取れてね、めちゃくちゃね綺麗になってて、新しいつるっとした綺麗な皮膚になっておりますね。あとはもうこのと見せてくれるんだけど、抜いたとこもすごく綺麗だしね、もうすっかり元通りですね。何かね、お腹触ってたら伸びしてるけど、まあ今日はね、あんまりお天気良くなくてね、涼しかったからね、よく寝寝して過ごしてましたね。またね、激しくね雨降ってきておりまして、明日もね雨のようなのでね、こんな感じで一日過ごすのかなと思っております。まあゆっくりのんびりやりましょうね。今日も一日ありがとうで、ゆっくり寝寝してください。おやちゅみー、ポミ君もおやしゅみー。ポミ君もふんわりと
とね、ローズの香りを漂わせておりますが、めっちゃね、ふわさらになっておりますね。サニックもこういう触り心地。サムチャだけちょっと違うけどね、サニックとポメクは同じ触り心地ですね。お父さんね、お風呂入りながら、ポメクはね、曜日の感覚があるのかなって言ってて、平日はね、ずっとお父さんの後ろくっついてね、お仕事お手伝いするでやんじょってね、くっついてるんだけど、昨日今日は全くそういう感じじゃなくて、かなりマイペースに過ごしておりまして、特に今日お父さんゲストルームで少しだけね作業してたんだけど、私ポミクついて行ってるんだろうなと思ってたら、ポミこの中で寝てて、サムちゃんだけいたんだよね。お父さんがゲストルームにいるともう絶対絶対についていくのに、ポミクお休みモードでしたね。曜日の感覚があるっていうよりかは、きっとお父さんの雰囲気って言ったらいいのかな、お仕事の日とお休みの日ってちょっと違って、そういうのを敏感に感じ取ってるんじゃないかなって私は思ってるんだけど、まあでもね、時間の感覚ね、ポミすごくしっかりあるので、体内時計しっかりしてるからね、1週間の周期があるのかな、どうなのかなって思ってるんだけど、私たちの様子を感じ取るのも優れてるからね、そういうので判断してるんだと思うんですけど、すごいですよね、もみなんね。ポンポコリンしてましょけど、今日シャンプーできてよかったね。ポメクはサムちゃんの次だねっていうお話してたけど、サムちゃんと一緒に入れたにゃんね。え、お父さんありがとうしたんだよね。ポメク綺麗になりましたよ、ありがとうでやんちよってね、嬉しかったんだもんね、シャンプーしてね。またお父さんにね、シャンプーしてもらおうね。今日も一日ありがとうね、ゆっくり寝してください。おやすみ。お嬢クッションの上でまんまるさんになっておりますが、サムちゃんおやすみ。サムちゃんデローンってしてるけど、ずっとお父さんくっついておりましたが、今日は珍しくお父さんね、ソファーでね、寝ることなくね、シャワーしてベッド入ったので、きっとこの上にね乗りたかったのかもしれないんですが、サムちゃんね、こうやってクッションの上乗るのも好きで、これはねポミがやってて、ずっとねポミの好きなポジションなんだけど、それを見てね真似し始めてね、気に入ったみたいでね、サニコリできたけど、時折ねこうやってクッションさんの上乗って寝てますね。サニック降りてきたから上乗るかなと思ったら、乗らずにサニックのことをじーっと見ておりますが、サムちゃんね、お座りの仕方がすごく可愛いのね。こうやってなんかね、可愛い座り方するんだよね。ね、リラックスしてる時の座り方はこうかな。サムちゃんも今日シャンプーしたにゃん、ふわふわになったにゃん、シャラシャラに、めっちゃトゥルトゥルよ、触り心地気持ちいいよ。その後ね、またおでこからこの辺まで現れておりましたけれども、キッチンのシンクでお父さん洗ってたんだけど、結局ね、ほぼほぼビジョビジョになっておりましたけれども、すぐ乾くからね、この子ね。今日2回もシャワーしちゃったんじゃないの、ナムニャン。あんまり好きじゃないけど、シャワー綺麗になるといいな、ナムニャン。この辺はほんのりね、ローズの香りがしますが、サニ君昨日お風呂入ったけど、サニ君の方のはローズの香りする。でも清潔だもんね、綺麗だもんね、可愛いんだもんね。よかったね、ナムちゃんね、お父さんにねシャンプーしてもらってね、私ありがとうしました。いや、よう言ったの。言わないよね、ありがとうしたんだよね。お首の毛もしっかりとモフモフでございます。お首一回ねかぶれましたけど、やっぱり何かいろいろ条件が重なったんだろうなと思って、もうどのぐらいだろう、首はつけ始めて結構経ってるけどね、大丈夫そうなので、まあ涼しいからってのもあるかなと思うんだけど、夏なったらねどうかなとは思っておりますけれども、可愛いもんね、これつけてるとね。お名前もちゃんと入ってるしね、ママのお電話番号もついてるもんね。よかったね、ダメじゃね、首はできるようになってね。私眠うわよーになったね、急にスイッチが切れましたね。じゃあ寝寝しましょう。今日も一日ありがとうね、ゆっくり寝寝してください。おやすみ。サムちゃんが上に乗りましたが、本日はこちらで最後のご挨拶をさせていただこうと思います。ただいま2時になります。先ほどもね少しお話しいたしましたが、お父さん今日は珍しくですね、寝なかったの。寝ちゃうかなどうかななんて思いながら、チラチラねお父さんのことね観察しながら編集してたんですけど、ちゃんと座ってね、ソファー座ってたんだけど、まあ、なんか見ておりまして、あーもう11時半だよ、お風呂に入ろうとか言う時間の管理もしてお風呂まで誘ってきたと思って、あ、でも一つ仕事やりたいことがあったから、おみさんも寝かして10分後に入ろうとか言ってて、すごい珍しい、どうしたんだろうとかずっと思ってたんですけど、俺は改心したとね、お風呂入りながらね言っておりましたけれども、毎回ね改心したんでね言いながらね、翌日はねここで寝ちゃったりするんですけど、とにかくね今日はまあ優秀だったということでね、その後ねベッドに入ってもうすぐ寝ちゃうかななんて思っておりましたら、なんか眠くないとか言ってて、また動画を見始めてたので、夜
夜もね、ここでも寝てないしね、あまり遅くなるとね、寝不足になるかなと思ったので、いいから携帯を置いて、横になって目をつぶってみてごらんって言って、で、私も一緒にね、ベッドに入って横になって、とりあえず寝れるから大丈夫だからって言って、こう、静かにしてね、とりあえず呼吸に集中してね、お父さん寝ろ寝ろ寝ろと思いながら、横になってたら、そうだなぁ、10秒、15秒ぐらいかなぁ、で、お父さんね、いびきかけ始めて、すごいな、もう寝たと思ったんですけれども、はい、39歳男性のですね、寝かしつけにも成功いたしまして、ただいまね、おとなしくね、ベッドで眠っております。ということで本日はですね、お家でね、のんびり過ごしたんですけれども、まあ雨がね、降っていない時間帯にね、お散歩に出て、あとはね、おのおのね、好きなことをして過ごしていたんですが、先週同様ですね、お父さんギターのね、練習しておりまして、もうこうね、気持ちよくなりながらね、お歌歌いながらですね、ギター弾いておりましたね。私はその間ね、ちょびっとご飯の支度して、サネ君が活動を開始いたしましたが、お菓子作りしたり、編集したりっていう感じで過ごしたんですけれども、まあ、大抵ね、私たちこうやっておのおのね、好きなことをね、過ごしておりまして、お互いに、お互いが好きなことをしてるときは、よほどのことがない限りは、干渉しないっていうね。もちろんね、その間ね、全くね、関わり持たないっていうわけじゃなくて、何かあったらね、お話ししたりとか、まあ今日はね、お茶とかは入れなかったんですけど、お茶入れてね、少し休憩一緒に取ったりとかね、そういうこともするんですけれども、私もお父さんもね、お互いに一人の時間すごく好きなので、一人の時間をすごく大事にしていて、一人の時間をしっかり持って、一人の時間をね、楽しんでるから、お父さんがね、在宅勤務始まって、24時間ね、ずっと一緒にいますけど、なんか行き詰まるなとか、ちょっと一人になりたいなとか、そういうこともなくね、一緒に何かするときはね、楽しんでできるんじゃないかなと思っておりまして、とにかくね、お互いの個の時間っていうのかな、を尊重するっていうの大事だなぁなんて思っているんですけれども、まあこの状態がね、いつまで続くのかはね、わかりませんが、これからもね、一人の時間を楽しんで、二人の時間も楽しんでいきたいと思います。まあ、ということで、サニクがですね、お水を今飲んでおりますけれども、多分おトイレの前のね、儀式ではなかろうかと思いますが、とりあえず私はこの辺りで電気を消して、ベッドルーム行きたいと思います。それでは、最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。